クリスタルについて聞きたいことがあるんだが。あんたも聞いたのか。何をだ。横流しの話さ。近頃急に配給が減っちまっただろ。あれはクリスタルが横流しされてるせいじゃないかって噂になってるんだよ。ただ調べようにも流れが追えないらしくてな。一体誰がどこへ流してるんだか。少しいいか。なんだい。この町には初めて来たが、よそと違って景気がいいな。何か理由でも。ああ、ここはドレイクファングの最寄りの町でね。マザークリスタルの警備やクリスタルの出荷で軍の人たちも出入りしてて、よく金を落としてくれるんだ。特にフーゴ様のところの兵隊は太っ腹で助かってるよ。そうだったのか。ありがとう。忙しいところ邪魔をしたな。もらっちまっていいよ。匂いを嗅いでみな。しもっちもちのパン。ほんと、ふと客よ。なに、あなたもフーゴ様の兵隊さん。いや、違うか。だったら予想当たって、私あの人たちしかお客に取らないの。何か取り決めでもあるのか。そんなの気前がいいからに決まってるじゃない。特に最近は金回りが良くて派手に遊んでくれるし、あんな太客逃がすバカいないわよ。ほらもうあっち行って。さて、聞き込みはこんなところだ。一度おじさんと話したいが、どこに行ったかな。さっきの酒場に戻ってみるか。さあ、最高、最高級の織物だよ。あんた、うちで暴れてった客じゃない。今度は何の用。これ以上の面倒はやめてよね。連れを探してるだけだ。見かけなかったか。ああ、あのお金持ちのおじさんなら、さっきそこの階段上がっていったけど。そうか、ありがとう。あれは。手付金だが、これでどうかね。お、おい、そりゃ黒真珠じゃないか。この程度で驚かんでくれ。わしと取引するならそちらの言い値を出そう。わかった。旦那を歓迎しよう。取引場所は。おじさんは何を。おじさん、今のは。ああ、撒いた餌に獲物がかかった。お前と別れた後、そこらの商人に片っ端からクリスタルを売ってくれと持ちかけてな。当然クリスタルの売買は禁止されておる。ドイツにも当たり前に断られたが、それを見ていた今の兵士が声をかけてきたのだ。
金さえ払えば純度の高いクリスタルを用立ててくれるらしい。それで黒真珠。なんだ、見ておったか。たかが50万ギル、賄賂にしては安いものよ。おかげでたちまち取引に招待されたわ。してお前の方は何かつかめたか。近頃クリスタルの配給が減り、その裏には横流しの噂があるようです。一方で風後の紙幣たちの金回りが良くなったという話も。おじさんに取引を持ちかけた兵士を見るに、奴らが横流しで利益を得ているのかもしれません。どうやら当たりを引いたようだな。おじさん、取引場所へ向かいましょう。ルボルが言っていたのはおそらくこの件だ。おお、殿、任せておけ、クライブ。待っておれ、小僧め。ロザリア七家族をなめたこと、後悔させてやるぞ。取引場所は南ベルクロイ砂漠の一角、人目につかないところだ。都合が悪ければ相手を始末できるか。クライブ、払うことになったら加勢を頼むぞ。もちろんです。結構稼いでんだぜ。きっと安い。下でもね、ベアラーのくせにタバコに火をつける。南門は封鎖だ。分かったら立ち去れ。ウーゴ様の命令だ。いらっしゃい。ありがとね。イサールの野菜の宣言だぞ。壺にさら。ウーゴ様の兵隊さん、じっくり焼かせたこだわりの。お城の人にも売る。ウーゴ様のお城にも卸してる絨毯だ。
この先は凶暴な魔物の巣窟だ。立ち入りは禁ずる。それじゃ、行ってくる。よく来てくれた、旦那。早速だが、手持ちはいかほどで？金貨と宝石がいくらか。必要なら中を改めろ。こりゃ500万ギルはくだらないぞ。いいねを出すと言っただろ。さっさとクリスタルを見せてもらえんかね。こっちにたんまりと用意してある。確かに純度の高いクリスタルだな。しかしクリスタルの売買は足がつくと厄介だ。そのあたりの保証はあるのかね。ああ、それは問題ない。これはもうダルメキアのクリスタルじゃないからな。あちらさんのものだ。売りさばくのは我々だ、御仁。心配せずとも足はつかん。クリスタルは責任を持って指定された港まで輸送しよう。あなたはただ金を払うだけでいい。なるほど。ウォールド王国とは。もともとドレイクファングで取れたクリスタルの一部は同盟国であるウォールードに輸出されてる。俺たちはそいつをちょいとばかり多くしただけ。たまたまここで取引が行われただけで
他国のクリスタルのことまでは調べようがないってわけさ。そういうことらしい。聞いておったか。はい、すべてつつがなく。何のまねだ旦那。クソ、下手を打ったか。こいつらただの客じゃないぞ。おい、さっさと奴らを殺せ。まだ来るか、気をつけて。ああ、任せておけ。片付いたか。こやつらしっかりと騙されておったな。わしの悪党ぶりも板についたということか。お尋ね者のくせによくも躊躇なく兵士を叩きのめせるもんだ。まあこんな場所なら騒ぎにもならないか。お前いつから見ていた。じいさんの名演技あたりからね。しかし金に物を言わせて奴らの懐に飛び込むだなんて、下々の者には思いもつかない方法だよ。ダリミル宿場で配給されるはずのクリスタルが、フーゴの私兵どもからウォールードに横流しされていた。これがこの町の厄介事だったんだな。その通り。さすがに他国の兵士が相手となると、一介の民草には手が出せなくてさ。だけどこれで、町のみんなのクリスタルが戻ってくる。一旦町へ帰ろう。このクリスタルを運び出す段取りをつけねえと。そういや、まだあんたの名前を聞いてなかったな。クライブだ。クライブ、それが二代目シドの中、覚えておく。よし、仕事は片付いた。約束通り南門に手を回したぜ。とはいえバンペイどもはあんたらが暴いた身内の不祥事の後始末に向かっちまったからさ。残った連中が面倒を起こさないように甘い汁を吸わせておいたよ。なら、その費用にはわしの金を当てておけ。取引場所で奴らに渡した金を帰り際にちょろまかしておっただろう。ありゃ、
バレてたのか。あと、じいさんではなくバイルン様と呼べ。感謝するよ、じいさん。こいつ、これを受け取ってほしい。そいつがあれば俺の仲間もあんたに手を貸す。ありがとう、ルボル。さて、うちのストラスで隠れ家に連絡してくれ。砂漠の耳ルジェナ・ダリミルがシドへの協力を再開したってね。オミア・ラステラン・トゥイサ・ギュリス。これからもよろしくな、シド。いや、クライブ。俺はあんたを気に入った。こう呼ぶ方がしっくりくる。そろそろ南門を越えられるようになってるはずだ。世話になった。いいってことさ。気をつけてな。行きましょうか、おじさん。肉切りナイフなんてつく、まいったな。肉切りナイフなんて作ったことないのに。何か困りごとか。ええ、課題が難しくて。って、あなたはクライブさん。すみません、ぼーっとしちゃって。僕はサーバ、ルボル師匠の下で家事の修行をしています。実は師匠からある課題を言い渡されて困っていたんです。ダリミルならではの肉切りナイフを作ってみろというもので。ルボル師匠のことですから、ただのナイフでは認めてくれないでしょう。あのクライブさん、もしよければお願いがあるのですが。なんだ。肉切りナイフを作るのに力を貸してもらえませんか。わかった。ルボルは大切な協力者だ。その弟子の頼みというなら力になろう。よかった、助かります。それで何から手をつける。そうですね、ダリミルならではというのが大事だとは思うんです。ただこれまで肉切りナイフを一度も作ったことがなくて、どこから進めればよいのやら。悩むくらいなら実際に使う人に話を聞いたらどうだ。何か手がかりをつかめるかもしれないぞ。さすがはクライブさん、確かにそうですね。普段肉切りナイフを使ってる人たち、ダリミルで働く調理人や職人に話を聞けば。そうか、彼らが求めるものこそダリミルならでは。ダリミルの人たちが使いやすいナイフならば課題に応えられるかもしれません。早速話を聞いてまいりましょう。僕は宿屋の調理人を当たってみます。クライブさんは市場で話を聞いてもらえますか。いいだろう。それではよろしくお願いします。仕事で使うとなると肉屋と狩人か。話を聞いてみよう。クリスタル横流しの噂、天にも昇るいい香り。世界の薬味がここにある。いらっしゃい。作る料理を教えてくれりゃいい肉を見つくろうよ。いや、少し聞きたいことがあるんだ。肉屋のあんたが肉切りナイフに求めているものは何かと思ってな。お前さん、鍛冶屋か何か。そんなところさ。
肉切りナイフね。肉は部位によって硬さが違うのが厄介さ。肉屋としては筋だろうが赤身だろうがどんな部位でも切れる鋭さが欲しいね。鋭さか。ありがとう、参考にさせてもらうよ。じっくり焼かせた割れない壺。このままじゃ私の人生は終わりだ。どうしたらよいのだ。この大浴場には私の人生がかかってるというのに。何かあったのか。すまん、今は取り込み中なのだ。話なら後に。待て、その姿、お前さん、もしや傭兵か。だったら頼む、力を貸してくれ。話してみろ。大浴場の湯が急に熱湯に変わってしまったのだ。魔法で冷やそうにも追いつかない猛烈な暑さに。ここの湯は町の近くにある石灰棚から湧き出ているんだが、きっとそこで何かが起きているに違いない。私は客の対応に追われてこの場を動けん。どうか私に代わって調査してきてくれないか。俺が調べてこよう。ありがたい、引き受けてくれるか。湯が湧いている石灰棚は南門から出た先だ。このまま客を入れることができなければ大浴場が潰れてしまう。私の人生がかかっとるんだ。どうか頼んだぞ。最高だったぜ。こうやろうそくも見ろ、南門が開いておる。ルボルがうまくやったんでしょう。これでドレイクファングへは戻れるが、いつになったら採掘作業。何か用か。狩りの支度で忙しいんだが。ナイフのことで少し話を聞きたくてな。どういうことだい。新しい肉切りナイフを作る参考にしたいんだが、狩人にとって理想のナイフはどんなものだ。そうだな、皮ごと肉を切れるような丈夫さがあると助かるよ。皮むき用のナイフはすぐ傷むし、使い分けるのも手間なんだ。なるほど、丈夫さか。勉強になったよ。いいナイフができたら買わせてくれ。肉切りナイフに求められるのはどうやら鋭さと丈夫さのようだな。よし、サーバーに伝えてやろう。ウーゴ様の御用達、つぼに皿。恋人にあげたら喜ぶよ。あ、クライブさん、何か話を聞くことはできました。ああ、肉屋と狩人に話を聞いてみた。彼らが求めていたのは鋭さと丈夫さだ。なるほど、そうきましたか。僕が向かった宿屋の調理人によれば、
求めているのは軽さだそうです。何でも一日中ナイフを使うために重いと腕が痛むんだとか。つまり鋭さと丈夫さに加え軽さも満たせばいいわけか。それを実現できれば使いやすいナイフになるだろうが、全てを兼ね備えたナイフなんてそうはお目にかかれない代物だ。肉切りナイフを作ったこともないお前にルボルがそんな難題を出すだろうか。あのルボル師匠のことですからね。きっとあえて難しい課題を出しているのでしょう。そうかもしれないが、鋭さと丈夫さについては鉄を鍛えて研ぎ澄ませればなんとかなるかもしれません。となると一番の問題は軽さですね。鉄ではどうしても重くなる。素材から考え直すしかないな。誰か詳しいものを知らないか。確か師匠がひいきにしている行商人が鉱石について詳しかったはず。彼女なら今ベルクロイ砂漠の遺跡のあたりで旅人相手に店を開いていると思います。相談してみましょう。店を畳む前に急がないと。どうだ、サーバー。いい素材はありそうか。いえ、やっぱり難しいようですね。あるにはあるって言ってるだろ。3つの条件を全て叶える素材がね。アダマンタイトという鉱石さ。だけど、あれはとても高価で、ここしばらくはお隣の灰の大陸でも取れてない。そう簡単に使えるもんじゃないってだけだ。一体どうすれば。ダリミルならでは。ダリミルか。あんたこの近くで手に入るものでいい素材を知らないか。どういうことです。俺にはどうしてもルボルがそこまでの難題を出すとは思えない。だからダリミルならではという課題をダリミルで作りやすいと捉えてみたんだ。そういうことなら石灰を使ってみるのはどうだい。石灰は鉄の不純物を取り除く。そうすりゃいくらか質の高い鉄を作れるはず。ダリミルなら取りやすいだろうし、材料も安価で済む。石灰、その手がありましたか。ぜひ詳しいやり方を教えてください。いつもひいきにしてくれてるからね。それくらいなら構わないよ。僕はここで石灰の使い方を教わります。クライブさん、そこでお願いがあるのですが。お前が話を聞いている間に石灰を取ってきてほしいんだろ。いいさ、最後まで付き合ってやる。感謝します、クライブさん。ダリミルのすぐ近くに石灰棚があります。そこでたくさん取れるかと。わかった、集め終えたら店まで持っていこう。それではよろしくお願いします。なるほど、石灰と外炭をそうやって。
ばらく酒場が使えないなんて。クリスタル横流しの噂は。ウーゴ様のお城にも下ろして。天にも昇るいい香り。じっくり焼かせたこだわりのパンだよ。割れない壺。香やろうそくも上等の品だよ。そろそろ町を出ましょう。よかった、間に合った。ルボール、どうした？どうにも気になっちまって。クライブ、これからどこへ向かう？ドレイクファングだ。居城にいるはずの風獄プカを撃つ。ああ、やっぱり。だったら伝えておきたいことがある。ドレイクファングには最近ウォールード軍が入り浸っているようだ。ダルメキアとウォールードは同盟国だし、宿場で奴らを見かける分にはいいさ。だけど国の要のマザークリスタルに他国の軍隊を入れてるのは普通じゃない。確かに妙だな。それにドレイクファングの様子を見に行った仲間が数日前から帰ってきてね。あそこで何かまずいことが起きてるんだよ。分かった、気をつけよう。もし行くなら人目につかない鉱山側に回り込め、資材置き場から潜り込めるはずだ。クライブ、俺は二度も指導を失いたくはねえぞ。ああ、そう簡単にやられはしない。風護を撃ってみせるさ。くれぐれも気をつけろよ。この石灰棚を抜ければドレイクファングだ。気をつけて進むとしよう。石灰はこれくらい。十分か。サーバーに渡してやろう。門を無事通れても。なんだありゃ。
ホルガ、今だ。ホルガ、今だ。今のが最後。これで元通りになればいいが。なんとすごいな、あれだけの魔物を片付けちまうなんて。まだ治らんのか。ダリミルの部隊が武士を待っているのだぞ。酒場が使えないなんて気晴らしもできないわ。サーバ、石灰を取ってきたぞ。渡しておこう。ありがとうございます、クライブさん。僕の方もしっかりと使い方を教わってきました。早速石灰を使った鉄でナイフを作ってみます。できました。渾身の肉切りナイフです。上出来じゃないか。ルボル師匠に認めていただけると良いのですが。どうだサーバー、ダリミルならではの肉切りナイフは。あ、ルボル師匠、それっぽく打てたようだが。どれ、ちょっと見せてみろ。なるほど、調理人や職人の理想を全て兼ね備えたナイフを目指したか。わかりますか師匠、それでどうでしょうか。そうだな、うん、鋭さも丈夫さもまだまだ甘い。それに軽さがなっちゃいねえ。これじゃ重すぎて軽さを求める調理人どころか他の連中も音を上げちまう。あとはダリミルの石灰、目の付けどころは悪くない。ただもう一手間必要だな。不純物を取り除くだけではダメでしたか。どこの誰に入れ知恵されたかは知らねえが、それに気づけたのはよしとしてやろう。ところでサーバー、お前ならそいつをいくらで売る。課題のために作ったとはいえかなりの手間がかかりました。いくらにするかすぐには思いつきませんが、店に出すとしたらそれ相応の値段になるかと。それじゃ売れない。なんせ普段使いのナイフなんだ。安価で作れなきゃ意味がないぜ。この町で作ってこの町で売れるもの、それがダリミルならではの真意さ。俺たちは職人であり商売人でもあるんだから。はい師匠。まあ今回はギリギリ合格ってことにしてやる。実際初めてにしてはなかなかの出来だ。火事場に立ったらしっかりと腕を磨け。ありがとうございます。ちなみに師匠、
全てを兼ね備えた肉切りナイフを師匠ならどう作るんですか？そんな面倒なものを特注でもされない限りは作らねえよ。鋭いナイフを作って肉屋に売る、丈夫なナイフを作って狩人に売る、軽いナイフを作って調理人に売る。これでみんな幸せだ。師匠にはかなわないや。なんとかなったな、サーバ。ええ、クライブさん、なんとか師匠にも認めてもらえたみたいで、これもクライブさんが力を貸してくれたおかげです。本当にありがとうございました。ルボルもああ言ってる。これからも頑張ってくれ。はい、鍛冶師として一人前になる日まで頑張ります。来たか。お前さんが解決してくれたんだな。今しがた湯が元に戻ったと報告があったよ。これならじきに大浴場を再開できるぞ。それはよかった。それで原因は一体何だったんだ？ああ、実はな、なんと魔物の影響だったのか。全身が火に包まれた魔物など聞いたこともない。今後は気をつけねばならんな。何にせよ私の大浴場を潰さずに済んだ。何もかもお前さんのおかげだよ。さて、これでどんどん客を呼び込めるぞ。今まで損した分までたっぷりと取り戻さねばな。香やろうそくも上等の品だよ。そろそろ町を出ましょう。門は無事。見ろクライブ、あれがドレイクファングだ。あそこにフーゴの居城が。平時とは警備も異なるに違いない。なんせこの状況だ。奴を探すとなるとかなり骨だぞ。十分に気をつけろ。ええ、分かっています。クライブ、わしはお前に謝らねばならん。
フェニックスゲートの大事の後、わしは危機に瀕したロザリアから逃げ出した。命惜しさに金を積み、我が身かわいさゆえにアナベラへこびへつらった。国を守れなかった臆病な王子をどうか許してくれ。すまなかった。おじさん、どうか。クライブ、お前の手で兄上の愛した国を、ロザリアを取り戻す気はないか。その勇気を持つことさえわしはできなかった。だがお前は違う、クライブ、お前なら。おじさん、気持ちには応えられません。俺にはやるべきことがあるんです。人が人として生きられる場所を作るための戦いが。そう、かつてのロザリアは人とベアラーの隔たりが薄かった。だけど当たり前に思っていたあの風景は、父上が少しずつ築き上げてきたものでした。父上が理想に掲げていたのは、きっと俺が目指しているものと同じなんです。俺はその思いをロザリアだけでなく世界に広めたい。それが数多の人が咎める大罪になるのだとしても、自分の道だと信じているのです。生意気を言うようになったもんだ。ありがとう、クライブ。わしは誇りに思う、お前という老いを持ったこと。わしはこれから知人を訪ねる。自由都市カンベルの商人仲間でな、きっとお前たちの助けになることだろう。わしだってお前の一味、悪党らしく貪欲にやってやろうじゃないか。ここで別れだ。どうかお気をつけて。お前もな、クライブ。思い出話が残っとる。次に会った時はたんと聞かせてやるから、せいぜい覚悟しておくんだな。おいを頼んだぞ、トルガル。たどり着いたぞ、フーゴ。